皆さんお元気ですか牧師 YouTuber の菅野直樹です。今日も出前牧師館チャンネルにようこそお越しくださいました。どうぞお入りくださり最後までご視聴お願いいたします。グッドボタン、またチャンネル登録、またベルマークを押していただけたら嬉しいです。今日もまだ声の枯れが完全ではないのでしばらくお話だけにいたします。今日は6月20日木曜日。 一生の幸せと永遠の幸せという題でお話をいたします。中国のことわざにこんなものがあります。一日幸せになりたければ酒を飲め。三日幸せになりたければ結婚しなさい。七日幸せになりたければ豚を殺して食べよ一生幸せになりたければ釣りを覚えようというのがあるんですよね。まず最初の 1> 1日の幸せ、まあ、お酒を飲むことでね、1日ぐらい幸せでいれる。まあ、そんなもんでしょう。2つ目、結婚。まあ、3日間は幸せでいれる。まあ、ちょっとね、3日間というのは短い気がしますけれどね。美人でも3日で飽きるし、ブスでも3日でなれるという、まあ、ちょっとひどいお話ですけれどね。で、4日目からはね、愛が必要だって。もうね あの愛なくしては自動的に幸せにしてくれる関係ではないんだちょっと短い気がしますけどねもう新婚旅行終わる前にもう、えー、愛が覚めてる、まあ、そこでね日本で成田離婚、まあ、成田から飛び立って海外行きそしてまあ帰ってくるそのまあ成田でもう離婚を決意するいやーそんなもんかなー ししかしですねこれらの3つというのは受動的相手が自分に与えてくれるというそういう幸せですよね飲食もそうですでもまあ最終的にねまあ今ちょっと言い忘れましたけど豚をえ殺して食べたら7日ぐらいはお腹いっぱいで幸せだまあ結婚もねそして豚もそして酒もこの 与えてくれる受動的なものでも最後に釣りを覚えたら一生幸せでいれる、まあ、つまりですね、あのー、食べて終わりですよね結婚して終わり幸せはでもお腹がすくたびに釣りをすればねまた幸せになれるだからつまり一生幸せになれるつまりですね自分の力で生きていこうというそういう決意 心構え、まあ、自分の幸せを自分で管理すると言ったらいいんでしょうか人によって自分が幸せになるんではなくて自分で幸せを、まあ、求めて作り出していくそういう心構えが必要ですということがねあの一般的なことですでもこの中国のことわざの作者にはお断りを入れていませんがもう一つね私は 一生の幸せとともに永遠のの幸せとといいいうものを付け加えたいと思います永遠に幸せになりたければ神を信ぜよ皆さんそうです神に頼るとねそこに自立できるんですよ自分一人で生きていく力が与えられ自分の幸せというものを神からいただくことができるもしあなたが神を信じ頼るなら永遠に 幸せでいれるピリピ4章13節には私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですまた詩篇16編11節あなたは命の道を私に示されるあなたの前には満ち溢れる喜びがありあなたの右には常しえにもろもろの楽しみがあるいいね皆さん一生の幸せそれを求めるとともに そのこの永遠というのはね、一生も含まれる永遠ですからね、死んだ後だけではない、本当にね、ずっとこれから先、幸せでいられるそんな秘訣神を信じて生きていこうじゃないでしょうか、そんなことを皆様にね、心からお勧めして、今日の動画、終わりにしたいと思います。また次の番組を見てください。その時までごきげんようさようさなら